はい、皆さんこんにちは、スナネコです。今回はテレビアニメボッチザロック劇中曲ギターと孤独と青い惑星っていう曲をやっていきたいと思うんですけど、こういう曲で難しいなっていうところは1個あって、確実に1個あって、多分高校かな、高校の軽音とかでバンドを作って、でその中の人たちが作った曲みたいな曲だと思うんですけど、そういう曲で難しいのは、実際に自分も、ちょっとだけ軽音に入ってた頃があったんですけど、バンドが作った曲っていうのは、例えば、3人4人のバンドでできてる曲だったら、もうその3人4人でこう一つの作品みたいな感じで完結するみたいなイメージがあるんで、そこにね、こうじゃあこのギターで入りますっつって急に入れるかっつうと、そこが一番むずいみたいなところだと思うんで、結束バンドっていうバンドにね溶け込めるかどうかっていう勝負になってきます。ということで早速やっていきたいと思います。Thank you.
い、ということで、いやちょっと 何のバンドなんだろう、ちょっと調べます。まあ、多分4人メンバーなんだけど、4人メンバーいて、ちょっと仲間外れなとこに1人みたいな感じでずっと弾いてる気持ちでした。まあ、それはそうなんだけど、4人は先を知ってて、俺は先知らない1人だから、まあしゃあないんですけど、まあでもね、なんとか仲間に入れてくれないかということでね、頑張ってアプローチはしたので、はい、いいんじゃないかということで、今回の耳コピチャレンジでした。はい、他にもね、耳コピチャレンジ、いろんな曲やってみたいので、リクエストなどあればぜひよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。